際今日はスタジオで練習しましたが、今までできていたことが、突如できなくなりました、こういった場合どうすればよいでしょうか。スピード落として改めて練習し直す、それともしばらく練習しない。これね、僕すごいいい画像を見たことがあるんですけど、なんかできないからできるのこの境界線って、なんかね、こういうイメージやと思ってる人が多いんですけど、実はそうじゃないらしくて、こうできないとできるって実はなんかね、なんかこういうことらしいんですよ。なんとなくわかりますか？これできないゾーンで、こうできるに行ったけどまたできなくなってを繰り返して、最終的にこのできるゾーンに入っていくみたいな、っていうようなものらしいんですよね、こう成長のところって。だから一回例えばそのできたって思ってやった時っていうのは、まだもしかしたらこうできたての状態で、その記憶にまだこう定着してないというか、体にまだ入ってない状態で、で、あの時できたのにまたできへんくなった、で、またちょっとしたらできるようになった、できへんくなったが、こう徐々にこうできるゾーンに入っていくみたいな、なんかそういうその成長過程ってそういうことらしいので、なのでできなくなったとしたら、またできるようになるまでちょっとまた戻ってもらって、でそれを繰り返してもらったら、割と無意識にできるゾーンに入っていくんじゃないかと思うので、なのでもしその煮詰まってきた状態、なんかもう練習してももうわーってこうわけわからへんってなったら、まあ、全然一回休憩してもらって、まあ、しばらく例えば一週間ドラム休んで、でふと戻った時に、あ、なんかめっちゃ叩けるようになってるなんて思う時もあったりとかするので、なので疲れた時は全然しばらく休んで、ゆっくり休憩して、またやりたいなと思った時に、復活してもらって、っていうのを繰り返してもらったら、いつの間にかこのできるゾーンにね、こう入っていけるようになってくると思うので、見えへんか、こういう感じですかね。あ、光がもうあれやな、美白ライトがもうすごすぎて全然見えないですねっていうことやと思うので、はい、だからできないってなっても、焦らず、徐々にゆっくり、練習をしてもらうといいんじゃないかなと思いますかね。